三菱の象徴であるデリカが軽自動車に三菱自動車は11月4日新型軽スーパーハイトワゴンデリカミニのスペシャルサイトをオフィシャルホームページで公開したデリカミニはデリカの販売から55周年となる2023年初夏に販売を開始する予定デリカは SUV の総破性と MPV の居住性を 融合させたオールラウンドミニバンとして、現在の三菱自動車を象徴するシリーズの一つ。もともとは1968年に発売したデリカトラックを起源とし、1979年に登場したデリカスターワゴンや、1994年デビューのデリカスペースギアは、 本格的な 4WD システムを採用し、アクロ総派性を、備えたワンボックス車という独自のポジションを築き、現在は、デリカ D5 へとそのコンセプトが受け継がれている。SUV らしい総破性を表現。今回発表されたデリカミには、デイリーアドベンチャー、毎日の冒険をデザインテーマとした SUV らしい、 タフなスタイリングの系スーパーハイトワゴンで力強さと安心感を表現するダイナミックシールドに半円形の LED ポジションランプを内蔵したヘッドライトを組み合わせ凛としながらも親しみやすい表情を演出したさらにフロントバンパーとテールゲートガーニッシュには立体的なデリカロゴを採用し ブラックのホイールアーチと前後バンパー株をスキッドプレート形状とすることで、デリカならではの SUV らしい走破性を表現する。アルミホイールはタフさを表現したデザインに、スタイリッシュさを持ち合わせたダークシルバー塗装とし、ボディカラーはデリカミニのコンセプトに合わせて、新開発したアッシュグリーンメタリックを採用する。 デリカミニの一般公開は2023年1月に開かれる。東京オートサロン2023を予定する。現在同社には軽スーパーハイトワゴンの EK クロススペースが存在するが、デリカミニがどこまで差別化されるかにも注目だ。